あれは砂嵐か。え、なんかいる？なんだこいつ！タイタンじゃん！グラモラの気配に誘われて這い出たるは灼熱地獄。何こいつ！お前は？お主らが探し求めているものは我のものである。手出し無用、早々に立ち去るがよい。エンシェントマターのこと言ってんの？エンシェントマター？そんな奇怪な名前ではないわ。よく聞け、あれこそは我が伝説の武具ゲーダ。おぉ、おぉ、おぉ、力が足りる。うん、うん、おぉ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 、何だったの？問題ない。それよりさっきのは何だ？はい、詳しくは解析中ですが、先ほど出現した砂の巨人からエンシェントマターに似た反応を検出しました。関連は不明ながら、あの巨人もエンシェントマターを狙っているようです。面倒だな。またどこで現れるか分かりません。くれぐれも気をつけてください。さあ、エンシェントマターのクエやっていこうか。このマップもね、原初の固定かな、あいつが言いかけてたのは。FF7 ね、原初の固定っていうクソ強装備が原作からあるからね。エンシェントマターに接近しています。この先に小型魔鋼炉があるはずなのですが、もしかしてあれ、形状の変容を確認。シーナ以外の何者か。モンスターの巣、あるいは砦といったところか。絶対開かないって感じだね。あ、え、スキャンを実行。シンナのデータベースをヒット。覇王文書という古文書に記載された文様との類似を確認。解読を試みます。クラウドさん、この扉を開放するには砂漠に点在するサボテン岩を見つけ出す必要があるようです。サボテン岩？砂漠地方で採取されるサボテンに似た鉱石です。クラウドさんがこの扉に触れたことで、鍵となるサボテン岩が緑色に輝いているはずです。それと、近くにサボテンの形をした像がありませんか？この像を掲げると、扉の鍵となるサボテン岩まで皆さんを導いてくれるようです。何やら試されているようだな。よろしくお願いします。なんじゃそりゃ。これサボテンダーが建てたってわけじゃねえのか。明らかにサボテンだけど。これだ、これ。え、なんか想像してたものと違うんだけど。でかくね？これか。こうか。色が違う。
オレンジサボテンだ、だって初めて見た。調子に乗る。物理 ATB コマンドを当てるとヒート状態にできる。素早く攻撃が当たりにくいが、ヒート状態中と技発動中は攻撃を当てることができる。まあ、こんなんあれだろ、ラピッドチェーン連打してたら、ほら勝手に当たってくれんだろ。あ、味方が倒してるわ、弱っ。サボテン岩を調査しよう。な、な、な、うわぁ、クラウン、何してるの。知るか。店員はあって他にもないのかな。厄介な仕事になったな。魔鉱炉へ戻るぞ。あ、自分でやることによって開くんだ。見ろ、え、すごい。いつもまだ見つけられてないみたい。先に手に入れよう。おいと、なんだこら。あ、中はちゃんとマンコーロだ。うわ、かわいい。なんて言ってんだろう、わかる。サボテンダーは代々エンシェントマターを砂漠の秘宝として守ってきたらしい。正当な持ち主が現れるまで秘宝を守ることが自分たちの使命だと言っている。正当な持ち主、そういう神話が語り継がれているようだ。サボテンダーの神話、本当にそんなのあんの。俺たちの物語をバカにしないでくれるかい。なんだこいつ。おっと、慌てない慌てない。俺はキッド G、 ゴブリン一族の末裔だ。今は古の名役に基づきサボテンダーたちを指揮している。しゃべる。伝えたい思いがあれば言葉ぐらい獲得するさ。モンスターが喋らないなんて人間の先入観だね。ふん、一理。サボテンダーの聖典、覇王文書の一節。砂漠の秘宝を求めし者に試練を与えん。あんたたちが秘宝の持ち主にふさわしいか、じっくり見せてもらおうか。お、なになになに。これは試練だ。制限時間内にサボテンダーを倒して力を証明してくれ。じゃあ、あんたが挑戦者ってことでいいかい。え、私、え、ユフィがやんの。サボテンノックはサボテンダーをたくさん倒して挑戦者の腕前を測るゲームです。制限時間内にサボテンダーを倒せるだけ倒しましょう。サボテンダーを倒すとスコアが増えます。ターゲットスコアを超えるとクリアです。サボテンダーの種類によって特性やスコアが変わります。物理攻撃で倒しやすい物理テンダーや魔法攻撃で倒しやすいマジカルテンダーなど登場します。攻撃方法を使い分けて高得点を狙いましょう。やってみるか。初級でもいいんだろう。これは物理攻撃っぽいかな。あ、物理テンダー10点って書いてある。10点。まあ、とりあえず10点ぶっ倒しまくって ATB 貯めて。あ、でもまだ物理しかいねえわ。マジカルテンダー、ユギは手裏剣流れて全部魔法攻撃になるから。え、攻撃してくんのかよこいつ。手裏剣離して魔法攻撃にする。これあれだな、なんか魔法つけといた方がじゃあいいのか。待って、なんか20分のやついる。どれ、なんか今いたよね。あれ、
ターゲットできない、どういうことだ。封印火山、あ、もう倒したんだ、なんか巻き込んで倒してた。手裏剣投げる、多分手裏剣投げて勝手に倒してたんだ。物理なら全部封印火山打ちまくる。あ、でもなんかあれだね、一点ずつしか出てこない、ま、あ、ほら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 、これ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 、ボーナス点だ、時間増加だって。オッケーオッケーオッケー、簡単に直せるわ。サボテン爆弾、あ、この物体データ硬い、100点だ。あ、こいつら全員100点か、なるほど、同じ物体データでも100点がやれんだ。100点にはこのアビリティを使う、ボーナスサボテン弾には手裏剣ぶち上げて速攻倒して、まだまだいる、倒した、当たってる当たってる、適当に人数打ってるとなんか当たってくれるわ。え、ターゲットスコア 1000、 これ結構厳しくないか。あ、マジカルデンダー100点きた、うわー、でもないんだよね、ファイヤーチェーンのことだ。あ、ファイヤーチェーンいいじゃん、これはね、これで連鎖するっぽいね、あの横の敵とかに。ちょっと待って、今いたら、今ボーナスいたよ、手裏剣ぶん投げろ、オッケー。え、なかなか上手くないよ、これつむじ風、これ魔法判定か物理判定か分かんねえんだけど、つむじ風、あ、魔法っぽいな、え、魔法なんだ、つむじ風って。あ、そうか、ユフィの周りに来るのか、やばい、ちょっとあの、あれ倒さなきゃ、時間のやつ、あ、オッケー、倒せた。おい、つぶじ風、つぶじ風最強技じゃねえかよ。あ、マジか、待て、これ物理ばっか残ってるね、だから風林火山、この100点です、最後に、あ、マジか、ダウン戻ってくんのかよ、何点だった、見てね、あ、1640、でもこれでも初級じゃない、あ、中級だ。思っていたよりやるね。エンシェントマターを渡してもらおうか。随分と変わった名前で呼んでるんだね。もちろん約束は守るさ、ほら。それが砂漠の秘宝のかけらさ。かけら？どういうこと？秘宝はいくつかのパーツに分けてそれぞれ砦に隠してあるのさ。つまり試練はまだまだあるってこと。それじゃあ次の砦で待ってるよ。グランドさん、興味深い事態になりましたね。秘宝を守るサボテンダー軍団、それを指揮する知的なゴムリ、砂漠に現れた謎の巨人サボテンダーの聖典覇王文書、僕の体温上昇を検知、僕は今興奮しています。早速エンシェントマター、いや砂漠の秘宝の反応を観測しました。2号魔航路へ向かってください。ねえ、小型魔航路っていくつもあるの？はい、砂漠にはゴールド操作へ電力を供給するために建設された小型魔航路が複数機存在しています。現在は土地が枯れて砂漠化が進行しないよう稼働機と休眠機を順番に回すことで延命を図っているようです。キラキラの代償が熱々のカサカサか。その魔航路も今は秘宝を守る砦です。サボテンダーたちの建築技術は素晴らしいですね。砂にサボテンエキスを混ぜて固めたようですが、耐久性は神羅製よりも優れているかもしれません。マジか、神羅負けてんのか、このサボテンの技術に。いやー、それにしてもきっと G 怖かったな、顔ちょっとあれだ、不気味だわあいつ。
どうしたの？ほら、早く早く。やってみるか。ううん、クラウドの方が得意だと思う、こういうの。無理に動くな。痛めるぞ。経験者は語るか。なんで私がこんな目に。マコーロへ戻るぞ。これ次レッドサーディーがやってくれんじゃない？やっと来たね。それじゃあ早速第二の試練と行こうか。何度やっても同じだ。じゃあこういうのはどう？でっか！それじゃあ今度は。はいはい、私やってみたい。え？オーケー。では力を見せてもらおうか。無理じゃん。新たに光サボ、光テンダーや闇テンダーが登場します。光テンダーには対光魔法陣、闇魔法、闇テンダーには対闇魔法陣を出現させて、その上で戦うとサボテンダーに対応した魔法弾で攻撃できる。アイテム達人マテピア。まあいらんな。アクセサリー優秀なやつ多すぎて枠取られちゃうわ。こいつ物理通んの？あ、通るわ普通に。あ、間違えた、大機械魔王陣やっちゃった。あ、通んね通んね。これどうすんのこれ。クロノホース？あ、時止まんない。あ、違う、魔法陣の外だと防いでませんな。これ消えてくんねえから魔法陣。あ、光陣だ来た。ってことは闇魔法陣つけて、この上なら、あれ違うわ、対光魔法陣か。ああ、こうだこうだこうだ。え、ってか待って、クロノホース強くね？これずっとつけておかないと。闇電だ来た。そしたら闇魔法陣つけて、ボーナス野郎もいる。あ、勝手に当たってくれた。あいつなんか本当に勝手に死んでくれるんだよな。え、待って、指よりなんか簡単なんだけど。めっちゃ簡単。な、もうやめて、そのサボテン爆弾とかいう意味わからんわさ。のせんどーす。こうなんだよね。クロノホース、もう四角連打してるだけで、ほら、あ、来た、でかいやつ。まずはボーナステンダーからやります。吸ってコロリになって、マジカルシャボテン、サボテンダー、イノセントホース。え、これ普通死ぬこともあるの？これまさか。近づくと危ないよ。ねえ、俺あと HP 1349しかないけど、嘘でしょ。光と闇が両方嫌がる。イノセントホース、戦わせなきゃダメなんだっけ。いや、これ厄介すぎんな。これクロノホース対光魔法陣、これ両方の魔法陣やることはできないのかな。いやー、これむずいな。おい、あ、移動線通してもいいんだね。うわ、めっちゃ時間使っちゃったよ。これは移動線通す。はい、気持ちいい。あ、間違えた、アスピルやっちゃった。え、アスピルダメージ食らってるんだけど、どういうこと。 MP 吸収で食らうってお前恥ずかしくねえのか。よし、魔法だから移動線通す。
いや、生き残りが、マジか。やばい、物理しか通んねえんじゃん、これやばいぞ。早く、回復してくれよ。オッケー、イノセントホース。これさ、闇魔法陣貼ってるとさ、あ、闇魔法陣貼ってても魔法になるわ。ずっとこの連来た。ギャー、え、スコアマイナス 20? 間に合え。あー、ダメか。まあクリアしたならええわ。俺でも結構うまかったじゃん。正直甘く見てたよ。ただの盗賊じゃなかったわけだ。じゃん。もうどこのパーツかわかんねえよ、これじゃ。これで終わりか。ふん、まさか。秘宝のかけらはあと2つ。これからが本番さ。あー、でも、そうだな。ちょっと試練をテコ入れする時間が欲しいな。ここら辺で一旦休戦しようか。というわけで、試練の準備が整ったら知らせるから、連絡先を交換してよ。はあ？クラウドさん、ここは従った方が賢明かと。うん、ありがとう。絶対撃ててないだろ。連絡が来るのを楽しみにしてて。秘宝探しは中断か。今のところこちらからは撃つ手がありません。おとなしく連絡が来るのを待ちましょう。ここを越えたらゴンガガです。ゴンガガ、あ、エアリスがゴンガガって反応してる。なぜならザックスの故郷だからなんだよね。見て、あそこ森だよね。ビンゴー。ユキハ、もうちょっとの心配ね。イエーイ、うん、めちゃ田舎だわ。田舎っていうか何？森？こっからは歩きましょう。マコールまでそう遠ないんで。せや、マコールの近くに小さな村もあります。どうでしょう、マコールは逃げませんし、まずは村で一休みなんて。そうしよう。クラウド、どうしたの？この森、知ってるような気がする。まあ、ザックスの記憶と混ざってるからね。ぐえー、召喚獣クジャタ来た。クジャタか、これが。ゴンガガの祠では召喚獣クジャタの知識が手に入るはずです。クジャタは森の守護者として昔からゴンガガの地に語り継がれてきました。それだけに魔法炉で事故があった時はクジャタの怒りを買ったせいだと大騒ぎになったそうです。迷信だよそんなの。てかクジャタってどんな姿してるやつだっけ。あれだよね、三属性を持ってるやつだよね。雷、火、氷の、確か。三角四角×三角四角×。いや、もうレッドサーティンじゃんこれ。お前これ親父いるぞお前の。三角四角×三角四角×。よし、一発。牛か。なんじゃこりゃ。クラウドさん、森チョコボはキノコを使ってジャンプするそうですよ。あー、なるほど、森チョコボってのがいたらあのマテリア取れんだ。着いた。え、嘘、ゴンガだけ？しかもこんなにたくさん。ミッドガルじゃ高級品ですからね。この辺じゃ業産取れますけど。へー、へー、
この村に何の用？シスネ！あなた。なんだ。ごめん、ちょっと知り合いに似てたから。変わったご一行ね。こんなところに何の用？マコーロの調査団ではなさそうだし。マコーロの見学です。せやから見学団。なるほど。ようこそゴンガガ村へ。私は青年団長のシスネ。びっくりさせてごめんなさいね。村の警備が仕事だから。みんなは持ち場に戻って。はい、はい、丘の上からマコーロの様子が見えるわ。慰霊碑見ていてね。お気にこっちよ。慰霊碑。うわ、てかこの BGM クライシスコアの BGM か。見ての通り静かな村だから面倒は起こさないでね。やべ、クソ泣けるこの BGM マジ。自然が豊かでいいところよ。お客はほとんど来ないけどね。よその人を見たのは久しぶり。まあザックスに恩を感じてるからシスデはゴンガカで働いてるみたいな感じなのかな。うわ、これだ慰霊碑。ありがとう。これ何？3年前ゴンガガマ航路が爆発したんですわ。原因は施設の老朽化です。点検と整備をちゃんとしていれば事故は防げたはずだけどね。死んだ怠慢か。でもこの慰霊碑は死んだが建てたの。珍しいこともあるもん。ここの復興担当者が決まりはったんでしょうね。リーブか。なことで罪が許されるわけじゃねえけどな。長旅で疲れたでしょ。マコーロ見学の前に一休みしていったら。ええんですか。あそこが私の家。一応客間もあるから好きに使って。んじゃんじゃ、遠慮なく。私もちょっと行ってくるね。あなたも体は大事にね。そうか、システムクラウドのこと知ってんのか。ザックスが魔法中毒になって運んでる時にシスネと会ってるもんね。あ、キノコ類は見分けが難しい。ゴンガだけに見えても危険な毒キノコの場合もある。私はこの花で簡単に見分けられるが、クラウドはどうかな。どれがゴンガだけかわかるか。え、真ん中しょこれ。簡単だ。真ん中が本物だ。それはゴンガだけもどき。え、食べても死にはしないが、体にゴンガだけそっくりな斑点が浮かぶ。ふん、嘘だと思うなら試すがいい。バカ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 、うまい。ああやってキノコを干すとね、いい出汁が取れるんだよ。スープの煮物に、あ、炊き込みご飯にしても美味しいの。クラウドはどれが食べたい？思い出の煮物。煮物かな。あ、
ママが言ってたよ。クラウドのお母さんの煮物はとびきり美味しいって。どんな味だったか今度詳しく教えて。いや、ティファの好感度ばっか上げちゃうな。なんかにっこりマークになってるもん。見たことねえモンスターが出てる。あれ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 、今のザックスのお父さんとお母さんじゃない？あ、クラウド。おや、お連れさんかい？どうぞ。ん？その目はもしやソルジャーかね？え？ああ、うちの子を知らないかい？ザックス。大丈夫かい？ああ、誰だって？ザックス、ザックスウェアだよ。ザックス、いや知らない。生意気なこと言って飛び出したきりでね。最初のうちは手紙をよこしたが、あなたが来た時もてっきり手紙にあったガールフレンドかと思ったの。しつこく聞いてごめんなさいね。ザックス、ガールフレンド大勢いると思います。楽しくやってるならいいんだけど、頼りがないのはなんとやらっていうしね。うん、そうですよね。もしもしも息子に会ったら連絡だけでもするように伝えてくれんか？もちろんです。クラウド、失礼しよっか。もう行くのかい？何にもなくてごめんね。いいえ、私も突然来ちゃって。何も何も。マジでザックスはどうやって関わってくるんだろうね。だって別の世界線にいるんだよ。もう時空超えてこなきゃね、無理やんっていう。クラウド、私何してるんだろう。ザックスの話したよね。ほら、好きだったとかそういう話。え、してなくね？ああ。え？ここ、ふるさとだって聞いたことあって。どこでしたん？ちょっと似てるかもって。声をかけたら、お父さんだったの。俺、サボクエも全部やってるぞ。ご両親の気持ち、何にも考えてなかった。お家にまで上がり込んで寂しい思いさせて。嬉しそうだった。二人とも嬉しそうに見えたけどな。ありがとう。シェ、優しいね。そいつのことまだ好きなのか？お前嫉妬すんなよ。なんというまっすぐな質問。そうだね、嫌いになる理由ないもの。いやいい、それでいい。あ、どうだった？何にも連絡もないって。そう。エアリスを放っておくなんてどうかしてるな、そいつ。ん？
ソルジャーなんだよな。それなら可能性としてもう死ぬ。こいつ飲んでいいか。クラウド、悪い、少し休む。デリカシーなさすぎだろこいつ。クラウドね、ザックスのこと全然知らないみたい。とにかく休もう。チャーリー、バギーの旅はいかがでしたか？バギーの特殊強化タイヤはリュウさんにも負けないワイルドのタイプのようです。これで砂漠を自由に散策できますね。というわけで今後は砂漠のレポートもよろしくお願いしますね。さあマテリアどうだ。石化魔法が使えるようになります。クエイク、はあ、なるほど。あ、変えんねえや。まだ魔法強化、組にした魔法マテリアの威力効果値感が上がる。リミットユニオンが使えるようになります。仲間のリミットゲージを吸収し自分のリミットゲージを増やす。え、これクソ強くね。連携連鎖、連携アビリティを使った時連携してなかった仲間の連携ゲージが少し溜まります。へえ。寝てるやん。いい曲だな。いい曲だな。笑える。自分で作ったのか。クラウ、センスあるじゃん。そうだよ。作詞作曲ユッピーちゃん。もう一曲あるけど聞く？もちろん。よし。ママママ、マママテリアちゃん。終わってんだろ。出発まで休む。いつも全然寝れんな。今の聞いた？マコーロの方からだよ。丘の上に行ってみよう。なんで楽しそうやん。おう、聞いたか。ああ、ウェポンがない。え、なんでわかんの。もしかして、あれがあなたたちの目的。ま、そんなとこだ。よく聞こえんのか。何日か前からかな。青年団で調査に向かったんだけど、見たことのないモンスターがいて近づけなかった。黒くてうじゃうじゃ飛んでるだけなんだけど、なんだか嫌な感じでゾッとするの。ヒーローじゃん。うじゃうじゃだとよ。姿が見えたのか。あ、ええ、見た。見えたわ。それがどうかしたの。なんで見えるの。フィーラーだろうな。面白くなってきたじゃねえか。うんうん、早く行こう。てめえは留守番だ。はあ、なんで、どうして。引っかき回されちゃたまんねえ。悪いが捕まえておいてくれ。荷が重そうね。さっさと行って様子見て戻ってくる。だから俺とクラウドたちで行きてえが、どうだ。わかった。急ごう。ティファたちは村を守ってくれ。この三人か。応募、応募。ウェポンはともかくフィーラーもいるぞ。そのフィーラー
ラーユーマーなんですか。運命の番人、運命を変えようとする運命に行動を修正する存在に。しばらく見てなかったよな。あの日までの運命からは逃れて、新たな運命に飲み込まれてる。なんや、けったいな話ですな。まあ、簡単に言うと FF7 原作と同じように行動させようとする化け物だね。だリメイクはまた違うルートだから、なんとかこう原作と同じ道をたどらせようとするんだよ。フィーラーは誰からも見える存在ではない。認識できるのは我々だけだったはずだ。ああ罠かもしれない。どうする、気は抜くな。いやシスメはね、罠なんて仕掛けねえよ。え、なんで見えるようになってんだろう。なんかザックスに触れたことがあるとかそういうあれかな。ゴンガガマコーロ資材搬入口。こりゃすげえな。マコーロがある土地はもともとエネルギーが豊富やから。どっから入るよ。うわ来たビーラー。以前とは様子が違う。本当だ、なんか弾がある。さあ始めようか。行こう、こっちだ。そういえばなんかセフィロスがフィーラーも取り込んだみたいな、あれって説なのか公式情報なのかどっちなんだろう。到着まであとどのくらいかしら。はっ、半時ほどかと。どれから使おうかしら。出番があるでしょうか。うわ出たこれ。出番は作るもの。え、これは何？スカーレット直接作るのか。おわー来たぞ。レッドサーティンかな。クリスタルソード、インフィニットエンド必殺の器用狙う。渾身の時期バーストしダメージアップ ATB2 消費。これ前作でもなんかほぼ最強技だったんだよな。バーストした時はあれどっか行っちゃったんだけど。かっけー。ん、今度こそレッドサーディンだろ。ゴールドカラー、戦士の癒し、リベンジゲージを全て消費し、消費した量に応じて仲間全員の1秒回復する。ああ全然悪くねえ。てかミスリリとかアメジストとかあんのにさ、ゴールドの方が強えってなんか変じゃね。バレットハー、もちろん一緒に戦う。誰と戦うつもりです。敵は誰なんですよ。もちろんマコーロも止めてやる。マコーロはともかくセフィルスは5年前に死んでますけど。でもいる。お前も一度戦えば分かるぞ。にわかには信じられませんな。なんでお前そんな遠くにいんの。くっ、くる、いや多すぎでしょ。これは想像以上やわ。見ろよ、魔鋼炉は死んでるのにあんなところまで魔鋼が来てるぜ。やっぱり増えてるんだ。魔鋼炉を止めたのは無駄じゃなかった。それとこれとは。早く済ませよう、魔鋼が気に障る。ななゲルニカですか。くそ、シンルか。お前が呼んだんじゃねえだろうな。超超エンタイア。
小映えが戦っているのか。スカーレット。お宝探しの前にお掃除しなくちゃね。アンノウン、炎属性の攻撃で隙が生まれる。倒しても2度までは復活するが、もう一度間復活。なに、復活する？復活だったか。まあ、炎ならフラッシュフレーム。よっこらせー。これ燃えてる？で、復活すると蘇り。へえ。でもあれだぞ、全く強くねえぞ。はい、やいと。もういいでお前。急ごう。来るか。あれ？サンプル H1024。氷弱点か。魔鋼吸収によって自身を強化し、時間経過で強力な技発動する。魔鋼吸収は一定のダメージを与えるとヒート状態にし中断できる。オッケーオッケー。氷か。なるほど、任せる。まあ一旦バレットのぶっ放すで貯めて、サンダーなんだよな。まあエナジーアッパーでもしとくか。でレッドサーティンのあれやるべな。サンダラアイシュクロロア。攻撃を受けるために標準を飛ばして攻撃します。標準が命中するとリベンジゲージが溜まります。これ氷だべ。あ、氷だわ今。あ、魔力吸収来た。全然止められねえ。しかもなんだ、なんか防御力上がってね。あれなんだろう。アイシュクロロア、アイシュクロロア86ダメージか。大したことなさすぎるな。戦士の矢使ってみる。1100。あ、こんな回復するんだ。まあ、今リベンジゲージが3分の2ぐらい溜まってたのもあるだろうけど。スターダストレイ当たれよ。魔鋼だ。オッケー、レッツサーティンとにかくガードしてリベンジモードを貯める。ガードオッケー。そしたらリベンジモードにしてドレインバイトで回復。208回復。あ、ヒートの6ヒートになった。そしたらやってやれ。ちょっと待った、やばい。バーストスラッシュ、もう一回たまんないか。オッケー。でバレットはフエルバースト、どうしよう。ユニオンライオンとは違うな。バーストしかり知らなかったか。でもこれでするわ。クラウドに変えてバーストした瞬間にユニオンライオンとリミットザレベルアップ。あ、力を貸そう。まずムービーいくんじゃない。これクラウドのあれも使いたいね。あれだ、クラウドじゃねえわ、誰だっけ。なんかリミット技吸収するみたいなやつあったよね。あれ、クラウドじゃなかったっけ。クラウドは指に行ってんのか。あ、違う、マテリアか。シンブレイブ解放、アンガーマックス、スターダストレディか。魔鋼吸収、あれムービー来ねえか。これスターダストレディ、あれ中断できない。いや、できてんのかなこれ。ガード
わあ、リベンジモードたまるね。ブッドビーストもう撃っちゃうか。これで全員のリミット技が1段階上がってるから相当すごいことになるぞ。リベンジモード発動、魔法の息、うわー防御ダウンだ。じゃあミストメガポーション全 HP1500 回復。もうこれ実質ケアルガじゃん。ミストメガポーションもクソ強いぞ。あ、来た。大したことねえわこれ。スカーレット、あおい、クラウド、お前足引っ張んじゃねえぞ。新ブレイブモードカウンター出ない、来ないか、カウンター出ない。サンダラか、いてえ、これ必中か、このサンダラ。あー、氷なんだよな。クラウドやることねえな。まあ、ブレイバーぐらい打っとくか。ぶっ放す。エナジーアッパー。あ、で、レッドサーティーリベンジゲージ消費してあれしようよ。クレゼントグロー、リベンジゲージを全て消費し威力と範囲アップ。リベンジゲージが切れるギリギリでやる。一発しか当たらん。ファイラー、こいつファイラーも使えんだ。アイシクルロアーで、ガードでリベンジゲージ溜まります。魔鋼弾、はい、ジャストブロック。できるだけ ATP ゲージを消費せずにやりたい。魔鋼超吸収、もうバスラッシュ2回打っちゃうか。これヤバい技来るか。あ、攻撃が入ったら攻撃がぶん回す。いって、ただリミット止まった今ので。でデプロテ、物理防御力が減少する。これであれじゃねえの、上がったさ防御力ダウンできんじゃね。でミストメガポーション、あれ違う、これ何なんだろう、あの一番左のバグ何これ。このバグ分かんない、デンジャーショップ下がって下がって下がる。あ、全然強ねえわこれ。魔鋼オーバードーズ、うん、なんかめっちゃ上がってる。バーサク状態とかになってるな、よくわかんねえ。でも説明書書いといてや。これオッケーで、これバーストして終わりだよ。まずはクライムハザード、よいしょー。いや、これスカーレットも来るな、なんか弱かった気する。クラウド、女性陣で倒すとか、スカーレットは。はー、
まあ、今回は壊れたな。